皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2023年12月6日水曜日、仮想通貨草コイン中野研究会。皆さんお久しぶりです。いかがお過ごしでしたでしょうか。すいません、最近もサボってしまいましてね、動画制作もしなければライブもしないと寂しい日々をね、皆さんも過ごしていたと思います。今日ね、今動画作ってるんですけど、びっくりしました。一回作ったんですけど音声入ってませんでした。1時間ぐらい作ったのかな。久しぶりにね、心臓がドキドキしてしまってね、これがあるからやめられないと、じゃなくてね、これがあるからやめたくなると。すべての YouTuber がね、まあ、何回も経験してることですね。はい、もう何年経ってもね、やらかすんですよ。なぜかというと、マイクロソフトの Windows のアップデートがあるでしょう。毎月1回ぐらい。あれやるとね、マイクがおかしくなるんですよね。これ Windows のバグなんですけど、直してくんないんだよね。直んないんだよね。これ構造的問題でさ、Windows の初期の頃の構造の問題でね、直んないんですよね。だからアップデートしちゃうと、マイクロフォンがおかしくなるんで、音声の調整をね、もう一回差し替えやり直さないといけないと。これがね、忘れちゃうんだよね。で、今日ね、お題、まず1ね、ビットコインなんですけども、700万円いきそうですね。今、645万円でしたね、今見たら。年明け、まあ、年明けって1月1日じゃないですけど、まあ、3月31日ぐらいまでには1200万までいくかなと。まあ、このように見てます。まあ、今回も足が速いね。まあ、1日で10万、どんどん上がっていったりする日もありますから、まあ買うんだったらね、まだまだまだ遅くないですから、どんどんね、早めに買っていった方がいいと思います。今ね、音声だけ入れてるんですよ。映像がね、いつ変わるか分かんないんでね、ちょっと緊張してるしね、さっき自分で何言ってたかよくわかんないんでね。はい。ちょっと、緊張してます。で、題目2としては、ドル円の方ですね。ドル円はですね、今、ダブルトップつけててですね、もう、まあ、151円、もう一回行ったんでね、今下がってます。なので、今は、トレードはお休みした方がいいかもしれないね。上行ったり下行ったりするからね。で、来年末は222円つけると。まあ、フリーメイソンが好きなね、222ですけれども、666までいかないからね、まあ大体222ぐらいがちょうどいいかなということで、まあ222円、まあ大体ですね、金融っていうのはアメリカのビジネスで、はい、最初ね、製造業っていうことでね、車とか家電とかっていうのは、ジェネラルモーターとかジェネラルエレクトリックスとか、アメリカが主要産業でしたけど、日本に取られちゃったんだよね。電化製品も車もね、日本が安くていいものを作るっていうことでね、取られちゃって、じゃあどうするかっていうことで、まあ、コンピューター作ってね、まあ CPU 作ったりね、ソフトウェア作って特許産業にして、まあ特許権でね、大儲けっていうことで、マイクロソフトの Windows とか Oracle とかね、大儲けしましたけど、IBM とかね。で、その後、まあ、未だにね、コンピューター関係はアメリカには変わらないですね、日本もね。アメリカから技術をもらってるって感じですね、世界はね。で、途中からね、もうコンピューターでの特許権ビジネスも飽きたんで、ということで、
金融業ってのを作ったんだよね。そう、もともとなかったから、金融業なんていうのは、うん、株しかなかったからね。で、為替の自由化っていうのを作って、それでまあ投資銀行つってね、ヘッジファンド作ったりしてですね、アメリカはまあ一歩たりとも動かなくても大儲けできる、クリック一発でね大儲けできるビジネスっていうのを作ったわけですよ。で、相手先が必要でね、ドル円とかね、相手先必要だから、まあ、あのアメリカのね犬になる日本ということで、ドル円なんですよね、ほとんど儲かるのはね。1日200兆円動いてるからドル円なんですよ。ドル円以外やらない方がいいですよ、もう、うん。まあ、金とかあるけどね、あの地獄ですね。で、本日の題目3つ目なんですけど、買ってよかったものを紹介します。先週ね、誕生日だったんですよね、自分、私ね。それでまあ誕生日パーティーやったりしてて、楽しい日々を過ごしてたんですけども、自分でプレゼント買ったりね、プレゼントもらったりしてですね、これはいいなと、これはもっと早く買うべきだったなとか、もっと早くね、手にしたかったなっていうのね、結構いっぱいあるんで、それを皆さんにね、ご報告したいと思います。はい。今日ね、2回目なんてね、うまく説明できるか分かんないんですけど、楽だね、これ、音声だけ入れるっていうのはね。動画どんどん動いていきますから。はい。で、今日、まずは初めにね、ビットコインと。ただ、楽だけど、めんどくさいですよ。2回目ですからね、これね。で、まあ、だいたいこれ、財布で見てて、今日は645万円と。こう今日一日でも大きいですね、伸び率がね、すごくピヨンって伸びましたね。うん、1週間でもすごい伸びてると。こうやって見るとね、私自身の写真が邪魔ですね、やっぱね。うん、僕が日本全国駆け巡ってる頃、どっかの空港で撮った写真ですね、これね。あの頃若かったよね。まだ48歳とか、49歳。49歳ぐらいか。50になってたかもしれないね。はい、こうやって見てね、第3回目の波ですね、これね。まあ、1回目が2017年12月か。まあ、僕がね、YouTube で FX やってて、ちょうど仮想通貨もやろうかなと。仮想通貨の簡単な解説動画もね、作り始めた頃だよね。2017年12月ってね。で、翌年の1月に、コインチェックがね、ネムの大量流出事件を起こしてしまって、大変なことになりましたからね。ああ、なるほど。これ一目均衡表ですけどもね、先ほどあんまり分析しませんでしたね、そういえばね。やっぱりここで、ここのところで色変わってるからね、バカ上げしましたね、やっぱりね。で、こっちの方もものすごい上がってるんでね。これは上がるんでしょうね、これね。さっき何喋ったかね。思い出せないんですけどね、この辺でね。なんかちょっと止まってますけどね。3回目ですね。まあ、最初2017年12月ですね。左の方ですね、左の方の表ですけども、まあ250万ぐらいまで行ったんですよね。最後の1日でね、100万円上がったからね。この頃ね、まだ中国人ですね、中国がまだ仮想通貨買えたんで、まあ、ビットコインって言ったら中国人ですね。で、主にまあマイニングやってましたね、中国人ね。マイニングやってましたね、あの頃ね。まあ、もちろんビットコインも買ってましたけど、
まあ、それでも中国全土でね、買っても250万円なんですよ。で、今、中国人買えないですから、仮想通貨。それでも、まあ、前回ね、780万まで行きましたから、中国人省いてもですよ。だからね、中国人じゃないんですよ。中国人、金持ってる、持ってるって言うけど、そんな持ってないんだよね。じゃあ、誰が持ってるのかって言ったら、やっぱり日本人なんですよね。今ね、ビットコインって言ったら日本人ですから、アメリカ人も買ってないからね、やっぱりね、なかなか信用できないから買えないですよね。アメリカ人が買うのは投資信託ですから、個別株も買わないからね、アメリカ人はね、投資信託ですよね。インデックスとかね、信託ですよね。だこれからね、信託が増えると思うし、まあ日本もさ、信託銀行とかあるけど、まあ信託とか野村とかね、台湾とかあるけど、まあ僕は独立系のファイナンシャルプランナーっていうのが増えてくると思うんだよね。まあ日本にはそういう資産をさ、相談する文化がないからね。信用ならないからね。まあ唯一保険屋っていうのがいたけど、保険屋も生命保険だけだからな。そうですね。今回はまあ3回目ですね。まあ、3回目にしたら早いんだよね。1回目の、まあ、2017年12月か。まあ、それから17年、18年。だから3年経って2回目。で、それから3年経ってるかっつったら、経ってないもんね。だから、経ってるか。来年行ってようやく経つのか。だから、ちょっと早含みなんだよね。だから、2024年、まあ2024年のね、12月ぐらいをめどに、とか2025年またぎのとこをめどにですね、まあ、ピークを迎えるというようなシナリオで行くのであれば、まあ、1200万円はちょっと低いかもしれないね。2000万円いくだろうね。だ今買っといた方がいいよね。だから、第1回目の時ね、まあ、250万までいったけど、まあ、大体180万ぐらいで買っちゃったんですよね。みんな180万とか、150万とかね、まあ、180万で買ったおじいちゃん、おばあちゃんがいてさ、ああ、高値掴みしたなと、ほんで、ずーっと下がっちゃってさ、で、カルロス・ゴーンさんが逮捕された時には、90万から50万に下がってね、で、ファーウェイの副会長が捕まった時には、50万から35万まで下がっちゃってさ、ビットコインが。それでもう、大泣きですよね。皆さん、ビットコイン180万とかね、150万で買ったのが35万だと。バカバカしいして、途中でまあ、売っちゃった人もいっぱいいるしね。で、まあ、戻ってもね、90万ぐらいになったと。まあ、いや、半値でね、手打とうという人もいっぱいいましたよね。それがあっという間に780ですからね。だから、その時ね、お孫さんとかがさ、おじいちゃん、おばあちゃんね、3年前どうしてビットコイン180万円で買えたのと。今780万円よと。どうして180万円で買えたの？もう二度と180万なんて来ないわよとね。まあそういう時代来るから大丈夫だよって僕言ってましたけど、本当に来たね、それね。まあ例えばね、まあ今回も、まあ前回も780万のうちに700万で買っちゃったと。で、今回2000万になるからね。だから700万で10ビットコインで7000万買っちゃったと。ね、で、それがまあ最低で220万ぐらいになっちゃってさ、7000万が2200万になっちゃって、ああ、もうダメだっつってるけど、これぐん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 上がってね、ぐん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 と、写真で見えなくなってますけどね。例えば、まあ、1ビットコイン5000万になると。まあ、5000万ぐらいになるかな。そしたらさ、700万で買ったやつがね、
まあ、10ビットコインで7000万だと。でも5000万になれば5億でしょ、10ビットコインでね。おじいちゃんおばあちゃんすごいすごい、7000万円が5億になったよと。差し引き4億3000万、差し引き4億3000万円の利益になったよ。おじいちゃんおばあちゃんありがとう、こんなに お金残してくれてねって。ね、おじいちゃんおばあちゃんも棺桶にねお金入れていくことできないからちょうだいっつって、いいよあげるよっつってね。これあの積み立てNISA、その頃だったら仮想通貨も積み立てNISAでさ非課税になるだろうから、これが非課税になったら大変なことになるよこれは本当に。あ、積み立てNISAでねビットコイン積み立ててさ非課税になっちゃってね、今もういくらになった？みんなっつって。いや、お父さんお母さんがね、生まれた時にビットコイン、1ビットコイン買ってくれて、今もう100億になってるよ、つってね。嘘だろ、もう寝ててね、ゴロ寝してても全然いいんだけど、俺はもう宇宙飛行士になって、月行ったり火星行ったりするよ、つかね。だ就職とか考えてないわけよ。自分でロケット買ってさ、自分で行くわけ。で、まあ、ヒルトンとかね、火星のヒルトンとかさ、シェラトンホテルとかね、リッツカールトン泊まってさ、で、鉱物資源の研究したりね、あの、地球温暖化の研究しながらですね、あの、まあ、次の星を目指すと、アンドロメダ星を目指すとかね、まあ、人類はなぜ生まれたとかさ、まあ、神に近づく必要はないし、神に近づけることもあろうもないだろうから、ただ人としてね、あのこれからどうやって生きてればいいのか、さらなる研究をしながらね、寄付をしていくと。そしてまあ、あの教育が行き届いてなければ教育すると。で、その教育のね内容もね、あのイロハとかさ、まあ読み書きそろばんだけじゃなくてね、まあそういう表面的なものだけじゃなくて、まあやっぱりこう霊的なものね、もういいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ霊的なね、あのまあ結局ほら、あの人間っていうのは与えた分だけが返ってくるからさね、他人にね。まあただこの世の原理原則しか知らない人ね、まあ物理法則しか知らない人は、なんで他人にあげて自分に返ってくるのか分かんないわけですよね。だって壁になんかぶつければさ、そのまま返ってくるでしょ。だって作用は反作用の法則だあ、これはドル円ですけどね、 MT4 ですね。まあここが東京オリンピック、ここが北京の東京オリンピックですね。で、1、2、3すいません、ちょうどねアメリカがバイデン政権に変わってから一瞬にしてロングですね、うん、一瞬にしてここがね104円、でもっと下がるかなと思ったんですよみんなね。一瞬にしてロング、そして東京オリンピック横横、ほんで終わったら上、ほんで北京オリンピック横横、そしてあとはエリオットアドですね。で落っこって75移動平均線重要なんでね、これ月足ですけど、そして落ちるところまで落ちてエリオットアドでぶつかったら、違う75移動平均線ぶつかったらエリオットアド、そしてまあ落ちてると。でまたエリオット波動でぶつかって上ですね。142円まで落ちますね。今のドル円はね、6円落ちてそこから上ですと、222円まで上ですと。まあこういう話をさっきしたんですよね。覚えててよかったです。咳が出てきましたけどね。うん。でこれはね DMM なんですけども、
DMM の方がね、その1976年の昔のデータまで入ってるんですよね。うん、ドル円の価格のね、昔のデータまで入ってるんですよ。で、MT4 もね、入れられるんだけど、遅くなっちゃうんだよね、すごくね。だから、入れるのやめました。入れられるんだけど、まあ使わないしね、そんな昔のデータなんか使わないしさ、うん、まあ、DMM は遅くないからさ、いいかなと思って、うん、まあ、DMM も僕も本口座も持ってて、DMM はアプリが、スマホアプリ使いやすいよね、 DMM ね。まあ、月足ですけどね、こう月足なんですけど、今ダブルトップつけてるじゃない、去年とね、今年とね、ダブルトップつけてて、こういうところは、できないですよね、どっちか分かんないからね。ただ75移動平均線まで落ちることは確かだから、ショートだよね、どっちかって言ったらショートだよね。6円、600ビップス落ちるからね、今からね。だから年末に金が欲しければ、それ相当金入れてね、やれば600万とか6000万とか6億とか手に入りますけどね。まあちょうどいい、ちょうどいいよ今ね。まあ年末6億欲しいんだったらさ、まあ海外のエフェクト使った方がいいよね。うん、レバレッジ1000倍まで使えるからね。で、まあ6億いくかもしれないね、年末ね。まあ行くかもしれないとか、今行くけどね。うまくやってね、行くけどね、うん、まあ6億もあればね、まあそれなりの借金は返せるでしょう。6億あればね、分かんない、不動産だったらもっとないと返せねえとか言う人いるかもしれないけどね、うん、60億ないとダメなんだねっつって、なんでそんな借金したのってね。60億食べちゃいましたとかね、そんなんないよね。で、まあ一応昔はね、まあプラザ合意が360円でね、それで落ちてきて、まあ、260円とか270円とかね、まあ、280円とかありましたということなんだけど、まあそこまで上がんなくてですね、この下のところですね、下のところで合わせてくるんじゃないかなと思ってるんですよ、波形でね。で、まあ下の方の222円ですね、これはもう確かですね、222ですね、222で6ですからね、はい、フリーメイソン、メイソンリーですね、これ222円まで来ますね。まああとちょっとですからね、160、222したらきついぞこれ。もう普通の輸入業、まあ輸出業者はもう潰れちゃうよねこれね、車とかね、電機メーカー潰れちゃいますよ。東芝はもう潰れてるもんだけど、まあ、三菱電機も、まあ、三菱電機も危ねえなもうな。まあ222円ですね。まあ、ここからまたエリオット波動ですね。新たなね。まあトランプにはならないですね。まあ好戦的なとこですね。バイデン。まあ、バイデンはダメでしょう。だって年取ってるからね、政治家じゃないとね、戦争をうまく抑えられる人じゃないとダメだよね。誰がいいんだろうね。困った困ったもんですね、アメリカね。はい、次はね、買ってよかったものなんですけども、まあ先週ね、誕生日だったんでね、自分で欲しかったものも買いました。結構ね、今まで欲しかったものね。
まあほら、ブラックフライデーになってたじゃないですか、ちょうど。だからちょうど安かったんですよね、いろんなものがね。で、まあ最初は、まあいろいろ買ったんですけど、最初は、まあテミネリプラスチックっつって、これは、まあ歯医者さんが使うやつですね。まあ、虫歯を治療してで穴掘ってですね、応急処置として、まあ1週間ぐらいね、穴を埋めるやつですね。60度のお湯入れるとね、こうシリコンが透明になってね、ふにゃふにゃになるんですよ。人形作ったりもできるんですけど、まあ、これをね、小指の先ぐらいでちっちゃくしてですね、で歯に詰め込むんですよね。まあ僕今銀歯取る仕事ことやっててね、まあ銀歯いっぱいあるから、銀歯のせいでね、皮膚が痒くなって、アトピーみたくなっちゃってるんでね。まあ NHK でやってたんですよね。で銀歯を取ってね、で詰め物の銀も取っちゃって、そしてまあジルコニアとかセラミックとか入れるとね、皮膚病がさらーって治っちゃうんですよね、みんなね。でそれみんなやってるんですよね。 でセラミック高いんですよね。1本20万とか30万するんで、まあジルコニアも1本2、3万するんでね。前ね、歯医者さんがこれ使ってくれたんですよね。もう、タダでいいよっつって、まあ、100g で1130円ですからね。で、カッチンカチンになるんですよ。カッチンカチンにね。で、紙コップにさ、お湯入れてね、ティファールとかで、熱したお湯入れてね、で、そこに入れるんですよね。サラサラってね。そうすると、あっという間にこうやってね、透明なね。透明な粘土になってね、柔らかくなるんですよね。で、これをね、まあ、かぶせ物のね、銀歯取れたとことか、その銀歯が取れて、放っとくと中身も取れちゃうんですよね。で、そこに、入れてですね、まあ、しばらくするとカッチンカチンに固まるんですよ。で、まあ、瞬間接着剤がなくてもね、取れないですよね。まあ、取れる場合もあるんですけど、そういう場合にも、そういう場合にも備えて、一応、接着剤も買いました。明日届くのかな。以前はね、夜中、歯のね、上下の歯さ、こう、噛み合わせ悪いからね、ギコギコギコやっちゃう。なんでですよ。それを防止するためにさ、買ったんですよね、シリコンで。で、お湯で柔らかくして、自分のか歯の形にね、ベタ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 、上から押さえてね、指で押さえて、上下作るんですよね。こう、マウスピース作るんですけど、それはね、カッチンカチンにはならないですね。ただそれはそれで今でも使ってますけどね、夜寝るときね。ただね、これ手びねりで、これプラスチックの方がいいですね。これカッチンカチンになって、そのまま物食べられますから。そのまま食べられるしね、銀歯と一緒ですね。んで、歯磨きもできるし、取れないしね。まあ取れてもまたくっつければ取れないしね。最高にいいですよ、これ。安いしね。自分が歯医者になった感じですね。だから前、なんでの、子供ってよくやるじゃないですか、この夜さ、歯と歯を、なんだ、噛み合わせちゃってさ、ギコ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 やるじゃないですか。まあ、あのためのマウスピース作ったんですけど、まあ、それもいいよね、やっぱね。ただ、歯一本抜くとね、
まあ、そこから崩れていくんだよね、全体の歯がね。次から次へとこう抜けていったり、銀歯が取れていったりするんですよね。これ瞬間接着剤、これですね、1280円。まあ、効くよとか効かねえよとかいろんな人いるけどね。一応念のため買っときました。まあ僕はね、銀歯とわざと取ってるんですけど、今ね、キャラメルとか食べてね、わざとね、ポコンって取ってるんですけど、まあ、それは、皮膚病だったんですよね。足の裏がずっとね、30年ぐらい。だいたい高校2年生ぐらいからさ、足の裏が皮膚病になってきちゃってさ、パカって割れたりするんですよね。で、冬なんか、まあ特に、まあ、ひどい、もうアトピーみたいな感じでさ、まあ、アトピーもいろいろケースあるんだろうけど、まああとピンセットも買いました。ピンセット1本買おうとしたら、ピンセットこれ素晴らしいんだね、今ね、1500円もするいろんなの買っちゃいましたけどね、使うかどうか分かりません。 あとガゼリキンプレミアムですね。これはいいですよ。悪玉菌じゃなくて善玉菌ですね、これね。腸まで届く善玉菌で、1日3粒飲んでると、まあ、善玉菌ってね、体の中でできないみたいですね。常に入れ続けなくちゃいけなくて、まあ、ヨーグルトですね。で、腸まで届く、まあ、胃でね、胃酸で崩壊しないやつですね。で、これね、飲んでるんですけどね、ものすごくいいですよ。なんか食べるとすぐ取りに行きますから。どんどん痩せちゃってね、大変なことになってますよ、今。と、おもちゃのドローンですね、これね。今、6,980円ですけど、僕が買った時は3,500円でしたね。ブラックフライデーで買ったんでね。で、これは、カメラもついてるんでね、すごくいいです。で、よくできてるよね、本当にね。1080p のカメラでね、画質もいいしね、自分で持ってるスマホにで録画できるんでね。家の中でね、やってもいいし、外で30メートルまでコントローラーの電波が届くから、 外でも遊べるんですよね。でも子供の頃ね、ラジコン飛行機が欲しくてたまらなかったんだけど、まあ買えませんでしたね、お金がなくてね。で、まあラジコン飛行機もさ、落っこったら、もうそこで終わりだからね。ぶっ壊れちゃうからね。まあそういうのが好きなんだけどね。ぶっ壊れてドカーンっていうのが大好きなんだけど、これね、ドローンね、面白いんだけどね、唯一欠点があるんだよね。何かっていうと、壁にぶつかるとね、バランス崩して落っこっちゃうんで、下までね。で、いちいちさ、壁まで取りに行かないといけない。で、また平行にするとビューンって飛ぶんだけど、そういう意味では安定感がないんだよね。まあ、いわゆる羽がないもんね。まあ、そーっとぶつかったぐらいだったら大丈夫なんだけど、まあ、思いっきりぶつかったり、カーテンに巻きついたりすると、まあ、すぐにね、下にドーンと落っこっちゃってさ、タンスの裏とかね、よからないところに落っこっちゃって、なかなか取れなかったりするわけですよ。ほこり舞っちゃったりしてね。まあ、それでめんどくさくて、まあ、使わない人多いかもしれないね。ボタン一発でね、ビューンつって、天井に届かないまでも、なかなか素晴らしい安定感なんですよね。ただ空気がすごいね、ビューンつって。外で遊ぶともっと楽しいんだろうけどね、外だと。壁がないから、ぶつかないからね、ぶつかないから落っこってこないもんね。外でね、で、外でほら、俺なんて屋根につけた太陽光パネルがもう13年ぐらい経ってるからね、まあ、それの汚れとかも見てみたいしね。
まあたださ、あれだよね、木に引っかかったりするともう二度と取れないもんね。だから難しいぜこれ本当に。 まあだから流行んないんだろうね。うん、軽いんですよね。まあリチウム電池は3つぐらいついてるんだけど、まあ、大体10分ぐらいしたら 10分ぐらいしか連続して飛ばないかな。まあそれでも楽しいですね。ドローンね、家の中でやってね、お母さんびっくりしちゃってね、なんだなんだっつってね、ボケちゃってるからね、なんだかよくわかんない。で最後にね、もらったやつなんですけど、まあこれにも出てますけどね、そうそう、電気ベストですね。これがね、あったかい。去年もあったよね。これがね、まあ、工事用とかじゃないんですよね。ものすごい薄いんですよ、ベストが。普通の人でもね、会社行きがけに、まあ、コートとかジャンパーの下にね、着れるんですよね。もうすっごくあったかくて、んでこれ、リチウムイオン電池で、まあ、普通のね、スマホのバッテリー、リチウムイオンバッテリーと同じぐらいですね。ポケットに入れて寝るんですけど、ものすごいあったかいですよ。温度3段階あって、寝るときは、一番小さい1段階目で十分ですね。ものすごいあったかくてね。足元がいつも冷たいから、足元温めなくて大丈夫かなと思ったんですけど、全然大丈夫でした。心臓とか胸とかも温かいしね。背中は温かいし、首元も温かいんですよね。だから足元も温かくなっちゃうんですよ。まあ、朝まで電池切れないしね。最高の中の最高ですね。薄いしね、軽いしね。まあ、外を着ていっても温かいと思いますよ、これ。騙されたと思って買った方がいいと思う。で、僕ね、寒すぎちゃってね、今まで1時間から2時間に一度ね、夜起きてね、トイレ行ってたんですよ、おしっこね。それがね、なんとこれ来てからね、行かなくなった。行ってもね、1回ぐらい。真夜中3時ぐらいに1回。あとはずーっと寝てる。びっくりした。で、体温めると大切なんだね、これね。0.5度とかさ、1度とかさ、平熱温めるっていうのは、本当に素晴らしいことだね。それで、夜中トイレでさ、目覚めなくなったから、朝ね、目覚めがいいんですよ。よーし、仕事しようってなるんだよね。だからこうやって、YouTube 動画も撮り始めてるんですけど、目覚めがいい、とにかく。仕事しよう、働こうっていう気持ちになった。で、トイレもね、まあ、行っても行かなくてもいいなっていうぐらいになるんですよね。で、まあ、行っとこうってなると、ジョーって今までちょろちょろしか出なかったのが、ジョーっていっぱい出るようになったし、これね、騙されたと思って、まあ、8000円ですけど、今、いろんな値段あると思いますけど、これは流行るよ。で、これからもっと寒いじゃないですか。外も寒くなくなるもんね。だから風邪もひかなくなるからね。まあ他のよりいいんじゃないですか。これ充電して使えるからね。これはね、もらったんですよね。誕生日プレゼントでね。で、今寝る。寝るとき使ってますけど、まあ外行くときもね、使おうかなと思います。まあこんな感じですかね。あ、あとあれか、最後に本ですね。ボイニッチですね。ボイニッチ思考って言って、まあ、
1600年ぐらいの人かな、書いたと言われる、まあ暗号みたいなね、文章で書かれた本なんですけども、まあ、この本が何書いてあるかわからないってことで、この100年ぐらいね、いろんな言語学者が挑戦したんですけど、ついにわからないと。それで、まあ、最近ね、トートっていう人が現れて、全部解読して出版社に持ち込んだということでね、まあ、素晴らしい内容なんですよね。まあ、この世の宇宙の生い立ちとかね、なぜこの宇宙ができたのかとか、まあ、人間はなんで誕生したのかとかね、まあ、地球人は今後どういうふうに生きていけばいいのかとか、興味あるでしょみんな。でね、昔からね、まあ、こういうことはこのスピリチュアル界ではね、まあ、皆さん言ってたんですけど、このボーニッチに書かれてることが最終なんじゃないかってことで賑わってはいたんだけど、やっぱ分かんなかったんですよね、誰も解読できなくて。でも今回、まあ、トートっていう人がね、まあ、エジプトのね、まあ、太陽神ラーですよね、ラーですよ、だからラーの、まあ、化身の人がね、まあ、書いたっていうか、まあ、よく分かんないですけどね、なかなか。で僕も買って、今ちょうどさっき届いてね、今手元にあってですね、題目読んでんですけど、やっぱ素晴らしい内容ですね。で皆様もね、これ騙されたと思って買った方がいいんじゃないかなと思いますね。この世の真理を知ることによって、まあ、ドル円とかね、仮想通貨の今後の動きっていうのは分かってくると思います。はい、それではね、あと15秒ぐらいですからね、この辺でね、終わりにしたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。これからね、毎日動画アップロードするのと